写真の掛井さん、さらに掛井写真展のトークイベントを開催させていただきたいと思います。私は週刊プレイボーイ編集部の力と申します。今回さらに北川さんとこうして、写真集をご一緒させていただいて、自分もこの写真集って一体何だったんだろうっていうのがまだはっきりと分かっていない状況であるので、まだ今日のトークを踏まえてまた理解を皆さんと一緒に深められたらなと思っております。今日はよろしくお願いします。お願いします。あ、北川さんです。北川です。なんだろう、俺もうちょっと後にしていいですか。そうですね、はい、じゃあ北川さん。はいはい、はい、えあんた見に来たんちゃうの今日。サナエさんはあれ なんで自分にこのデザインを頼もうと思ったの。なんか頼もうと思ったんですけどね。でもよくなかった。運命。出来上がりはどうですか。よかったです。なんかあれなんですよね、サナエさんって気に入らんかったらなんかちゃう台ひっくり返すっていう面やろ。そうなんですか。うん、なんか怖いって。あ、でもゼロでしたね。そうですね、ちゃう台ひっくり返すっていうじゃなくて、なんかこうバチッてこうなんか本と写真がくっつくっていうんですか、うん、本になるっていうのが、なんかそうじゃない時も あったりすると、うん、ちょっとそのやり直すわっつって そうとかそうじゃないいうのはなんかどういう感じで考えるんですかね。そうですね、その写真をなんか見てくれてんだなと思って、写真を見て人見開きなんかそのこう最近静着って言葉を使ってるんですけど、蒸発して一回蒸発してなんかくっつくっていうか、でなんか北川さんのなんかすごいなんだろうな蒸着があったんですよね。蒸着今回のこの本はグリッドシステムでこう同じマージンで必ずここに置いてっていうそういうやり方をしてないんですよ。サナエさんの写真の重心の位置に置いて余白が一番真ん中に来るように、だから白側は真ん中に来てないけど写真の中心に向かって重心かな、芯の部分が真ん中辺に来て、その分その写真の重心を、一番真ん中というか喉じゃなくてこう視点の中心に置くから一個ずつ写真の撮ってるその重心が違うからおのずと余白がバラバラになるんですよね。でそれでそういうレイアウトにしてるから一個ずつ見とかないと機械的にできないんですよね。そうですね、そこはすぐ分かったんで、その受信が受信とか重力っていうんですか、そういうなんか感じて、それでなんかまあ
っつりだなって思ったんですよね。ありがとうございます。最初あれですよね、この前半のこの20ページ分ぐらいの東京で撮ったこのフィルムの写真、このを最初に来たのにお渡しをして、そこで最初このこの辺のレイヤーとかでこうスタートしていったという感じでしたよね。そうですね、はい。なんか佐奈さんの写真のまあ、撮り方、まあそんな釈迦に説法やけど、撮ってる考え方は多分そういうことなんやろうなって、うん、一番最初はあれですよね、パルコさんの、うん、佐奈さん自身は僕はもう前から知ってるが、お互い知ってるんですけど、ちょうどパルコさんの PC で、あの佐奈さんがあのアーティスト、まあ、ポスターにしてそのアーティストの作品をポスターにして販売するっていうプロジェクト PPC っていうのをパルコさんでやってるんですね。でその時のその会のその年のアーティストの一人が佐奈さんで、佐奈さんのあの自分でお乗りになられてるあの黄色い車を撮られてるんですけど、佐奈さんってこうなんか写真を撮ってるというよりもなんか空気というか気配というかそういうのをこうスッとこう撮ってる感じがして、それが作品集というか本にも同じようにスッとあった方がいいなって思ってね。それでトークイベントで一緒さ、あのパルコさんのトークイベントで一緒させてもらった時に、まあ、そういうあの、まあ、写真撮ってるより佐奈さんですよね、写真がね、写真撮ってるよりは自分なんちゃうお前これ、なんかあんまりに、うん、こんな感じやもんね、いつもね、うん、こんな感じですよね、うん、っていう、そのでも写真を撮るっていう写真っていうのはこんな感じなんですね、うん、なんか感じの昔は あれなんですよね、こう記録する機械でその精密にデッサンするより機械として記録していく道具で生まれて、だんだんこうピントを出なあかんとかなんとかいう中で、それで、まあ、現代それ間端っていうと現代の写真の捉え方って、その人のこう人生とかその人自身の気配がたまたまこう映った映像に乗り移ってるみたいな感じが自分はするんですよ、うんうん、それの一人のおもろい人だなっていうのが自分にあって、でこういうのがいいなと思った、間違ってます？間違ってないです。あのただあの俺佐奈さんってよりは写真ってそうなんだなって思うんですよね。あのこれなんかだと今のは上が1ミリぐらいで下が 1.5 ミリぐらい空いてるんですけど、その辺のなんかなんかがこうずれていく空気感とかもずれていってちょっとその捉えられないような曖昧さが写真だと思ってて、その自分っていうよりは写真っていうのはなんか間にあるものって思うんですよね。写真に沿ってやるとそのはっきりしないことを撮るってなっていくんですよ。それで、その北川さんその天地のその白の捉え方みたいのがすごくはっきりしなくって、はっきりしないってことをはっきりやってるっていうか、その空気感っていうのは言葉になりにくい。なんか
とかに見えないようなものだったりすると思うんですけど、そういうのをデザインじゃなくてその余白の曖昧さで、まあ印刷だと断裁っていうのがあって、断裁していく製本の時に、その時に製本でちょっとその余白のズレもあったりとか、そういう運命とか出会いみたいなことも、やってるんですよね。それでそうなんだろうなと思って、なんかすごい やってると思って、ここもそうですよね、うん、その辺の街の風景って自分の思い通りにはならない、自分のその構図通りにはならないかったりするんですけど、角曲がって信号が黄色に変わったなとか、あ、撮ろうと思って撮ったりするんですけど、そのうーん、手前に電柱があったりとかしても、それは避けて撮るんじゃなくて、そのまま電柱入ったまま撮ったりするんですよね。その自分の外側のものを撮ろうとしてるんで、自分の内側を撮ると電柱避けて撮るんじゃないかなって思う。自分の撮りたいものを撮る。で、自分の撮りたいものを撮らないっていうのが、自分が撮ってる写真ですね。人物に対してもそういう考え方で写真を撮られるんですか？そうですね。その武井さん撮ってて、なんか間の写真にしないとなってなって、今回はグラビアと写真のグラビア写真とシンプルな写真っていうのの間にしたいなっていうのがあって、そのなんか幡ヶ谷駅と笹塚の間ぐらいとか、なんか間のある風景って写真がなんか何かそういう予感がするんですよね。間にあるものを撮らなきゃいけないなっていう、なんか桜を撮るってあるじゃないですか。桜あんまり撮らないんですよね、自分は。桜ちょっとその桜の木の角曲がってなんかちょっと歩いていくうちに、まあ、撮ったりはしますけど、桜自体はみんな撮ってるんで、自分も撮らなくてもいいかなって思う。なんかその写真、自分が思う写真っていうのはその途中にあるなっていつも思うんですよね。この写真集をこうスタートする前に、掛け沢のデビューの写真、グラビア写真集で、シニアマキシンさんが撮られてたじゃないですか。はい。で、それもなんとなくその打ち合わせの前の打ち合わせで、そんな話もサナイさんとしつつ、はい。どっちかというと、シニアマさんの場合は、こう、まあ、その途中と言って、言ってる、こう、思いっきりど真ん中にこう人物が立ってくるみたいな写真のイメージが、まあ、いわゆるグラビアっていうところの写真を強く感じるんですけど。佐内さん的にどうですか？俺はあんまり篠山さんの写真にそのグラビアっていうのを感じてなくて、サブカルチャーを感じますね。なんかバシーって撮ってるけど、テーブルが真っ黒だったりとか、なんかちょっとその篠山さんも同じだなって思うのは、その メジャーとサブカルチャーの間をメジャーだよって言ってやってきた人だなって思ってて、その変な
奇妙な瞬間が多いなって思ってますね、撮影写真が。品山さんってメジャーな感じが全然しなくて、うん、なんかその打ち合わせの際にもお聞きしたんですけど、なんかこう品山さんってなんかね、以前なんかこうサイさんの文庫の写真集の感想が来て、確かに僕はこれ撮れないけどどういう風に撮っていいのってこう聞かれたっていうエピソードを聞いたことあるんですけど、そうですね、今俺そのメジャーとかサブカルチャーって話ってあんましないんですけど、うん、篠山さんがと話してる時に篠山さんが言ってたんで、あ、そうだなと思ったんですよ、ね、私の写真はメジャーの皮をかぶったサブカルチャーなんですってなんか言ってたんですね、うん、それで今思ったんですけど、そうだなと思って、うん、それで篠地が、篠地っていうか篠山さんが、あの1月に、亡くなって、1月でしたっけ、そうですね、亡くなって、はい、ちょっとゴミも渡したかったんですけど、そのまあ、写真を撮るってなんだろうなって思いますよね、うん、その篠山さんも自分の撮りたいものを撮ってるわけじゃなくて、うんうん、そのなんかその距離感とか、うん、と立つっていうか、自分はこういうふうに立ってるんだっていう、その車体との距離感と自分の立つ場所とか、そういうのも、うん、くる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 しながらやってたんだと思うんですけど、うん、撮りたいものを撮るっていうのは、その自分の気持ちとかを、自分が表現したいことを撮るっていうのはなんだと思うんだけど、山田さんはそうじゃなかった、そうではなかったし、その自分もそうなんですよね、うん、なるほど、なんかあのまだあの得体の知れない未知なとこにこう足を踏み入れて、その分からないものをこう捉えていってるんだと思います、